はい、皆さんこんにちは、フラワーアーティストシンです。今日は5月11日、そう、母の日です。皆さん忘れてませんか？母の日ですよ。母の日は1年に1度、感謝の気持ちを込めてお母さんにカーネーションの花をね、贈る日っていうのが、まあ、昔の定番だった、昔からの定番なんですが、最近ではね、まあ、お母さんの好きな花を贈るっていう人もいっぱいいらっしゃいます。特にね、こう日持ちがするから鉢物を贈るって人もいますね。カーネーションにこだわらず、アジサイの鉢とかブーゲンビリアの鉢とかアンスリウムの鉢とかね、あと高級なところ行くとご長男の鉢を贈る方もいらっしゃいますし、カットで言うと、ね、カットフラワーで言うと、まあ、カーネーションにこだわらずバラの花束とかカラーの花束とかシャクヤクの花束とかを贈る方もいらっしゃいます。ただ日本に多いのが、男性に特に多いんですけれども、まだこう恥ずかしくてお花屋さんに入れないとか、もっと悪いのね、お母さんに花を渡すのは恥ずかしいからあげられないとかっていう人もいるんですね。で、そういう人って多分ね、あげたいっていう気持ちをすごく持ってると思うんですよ。ただ恥ずかしいからになる、これもったいないと思いません？全くあげる気がないんだったら、まあ、それはもうね、例外としてもしょうがないと思うんですよ。ただあげたいのに花屋さんに行くのが恥ずかしいからっていう理由でこうあげられないとかね、お母さんに渡すのが恥ずかしいからっていう理由であげられないっていう理由だったらすごいもったいないんで、そういう人はね、ぜひ今年あげてください、お母さんに。お花屋さん行って、恥ずかしいってどう言ったらいいかわからないっていう人が多いんですけれども、あの別に普通に入っていってね、あのカーネーションくださいってプレゼント用でお願いしますって、ああ1本でいいんです、これでいいんですよ、全然恥ずかしくないです。赤いカーネーション、まあ並んでたとして好きな色があったらね、例えば赤いカーネーション1本ください、それプレゼント用で放送お願いしますでもいいし、あとなんだろう、それ以外のいい方法はないですかね。あの恥ずかしがらないと言ってください。それだけでもう別にそれ以後何も話すこともなく、お金払うだけなんで、あの話したくなかったら話さなければ店員さんも特に話しかけないと思うんで大丈夫ですから、恥ずかしがらないでぜひ買いに行ってください。お母さんにこう花束を渡すのが恥ずかしいっていうところはもうね、別になんだろう、いいんじゃないですか。普通に机の上に置いとくでも、メッセージカードつけて机の上にお母さんの例えば台所に置いとくとか、そんでもすごい効くと思いますよ、多分。ですから今年はやったことない人はぜひやってください。まずステップ1っていうか第一歩ですね、としてカーネーションの花をじゃあ1本買ってお母さんにプレゼントしてみてください。多分ね、今年1年間、今までの年あげてなかった年数と全然違う年が待ってると思います。ではですね、ぜひ実践をしてみてください。今日はこうフラワー TV としてね、母の日に男性諸君、特に男性諸君ね、お花を送ってくださいっていう、これはお願いです。よろしくお願いします。今日はね、本当はこうムーンダストを紹介する予定だったんですけど、次回にします。